皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。愛知県三好市、本市は児童手当特例給付の支給対象を高校生と同年齢の児童までに広げ、子育て世帯の生活を支援するために市独自施策の応援金として三好未来18応援金を支給します。対象児童について、平成17年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた児童で、支給対象者は対象児童を看護・養育する者。支給条件は、対象児童または対象児童を看護・養育する者が基準日令和5年4月1日に市に住民登録があること。支給額は児童1人当たり6万円、内訳としては5000円 ×12 ヶ月分ということで、令和5年4月分から令和6年3月までの12ヶ月分ということです。またこの応援金を受給するためには申請が必要です。電子申請もしくは申請書を窓口または郵送にて市役所子ども政策課に提出してください。詳しくは市のホームページを確認してみましょう。富山県、電気料金など物価高騰が止まりません。こうした状況に対し、富山県は省エネ性能の高い家電を購入した人へのポイント付与や、高齢者施設への光熱費の補助などを行う方針を示しました。予算案には上昇する電気料金の負担を軽減するため、省エネ性能の高い家電を購入した人へキャッシュレス決済のポイントを最大4万円分付与するための費用として5億円を計上。対象製品はエアコン、冷蔵庫、LED 照明の3つで、省エネ性能に応じてポイントの付与額が決まるということです。県は7月中にはこのキャンペーンを始めたいとしています。この他の予算案には、物価高騰の影響を受ける高齢者施設や医療機関、保育所などの国の負担軽減策の対象外となっている LP ガス消費者への支援などが盛り込まれています。この5月補正予算案は5月2日に開かれる臨時の県議会で審議され、即日採決されます。動向に注視しましょう。長崎県大村市、物価高騰対策として大村市は全国共通お米券を市民に配布するおうちでご飯事業を始めます。対象は大村市民約9万8500人で、市民1人当たり440円の全国共通お米券を3枚ずつ配布します。なお5月末から順次配布する方針とのことでした。お米が購入できる券の配布事業は、県も子どもがいる世代を対象に計画していて、市商工復興課は家計の負担が増す中、少しでも力になれればいいと述べていました。愛媛県四国中央市、子育て世帯や低所得世帯を支援しようと、四国中央市は1日、市内の中学生までの給食費、副食費の1年間無償化など、4つの事業費を盛り込んだ一般会計補正予算を専決処分しました。市によりますと、給食費、副食費を年間を通して無償化にするのは県内の自治体で初めてとのことです。無償化は市内小中学校28校で、1食あたりの給食費は小学校で280円、中学校で320円です。未就学児の数やおやつにあたる副食費支援は、私立・公立計28の保育園・幼稚園・認定こども園などで、市外の施設に通う市民の子どもも対象で、各施設で定める副食費のうち月額4700円を上限に助成するとのことでした。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。長崎県大村市のような支援策は現金ではなくお米券ということですが、やはり全市民対象ともなると分け隔てない支援策はとても素晴らしいですよね。国からの交付金を活用して、このような幅広い支援策が今後も拡充していってほしいと願います。それではリコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら、カレーライスを作るのは得意ですか？ご質問ありがとうございました。以前カレーの話をした時に、カレーについて多くのコメントをいただいて、やっぱりカレーは人気のメニューなんだなと思いました。得意かどうかはちょっとわかんないんですが、子供も好きなのでよくメニューに出てきますね。特に私の場合はドライカレーが多いです。冷蔵庫の余った食材や野菜を細かく刻んで作るんですが、冷蔵庫もすっきりしますし、一つのメニューで野菜がたくさん取れるので私としても大好きなんです。
多く作って余った時とかはロコモコみたいに目玉焼きを乗せてレタスの上にドライカレーを乗せたり、チーズを乗せてカレードリアにしたり、普通のカレーが余った時はカレーうどんにしたりなど、カレーって活用法も様々で本当に万能な後付けメニューだなと毎回思っています。私がいつも使うルーはバーモンドカレーです。私は子供がいるので甘口を使うんですが、そうでなければ辛口を選んでいますね。皆さんはどのルーを使ったり、甘口や中辛、辛口は何がお好みですか？よかったらコメント欄で教えてください。ではでは、その他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他生活に役立つ情報を掲載しているブログは概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。ではでは、皆さんいつも高評価、コメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。